それではここでこの試合で勝利した久光スプリングス12番今村優香選手にお話を伺いたいと思います。セットカウント3対1の勝利おめでとうございます。ありがとうございます。今日の試合を振り返って感想をお願いします。やっぱりタフな試合になるっていうのは想定していたので、こちらがその攻める気持ちを忘れないで攻撃し続けたらいいなって思ってやりました。今日今村選手3セット目後半ここで一歩抜け出したいという時にサーブポイント連続でありましたね。その時一気に勝負を決めたと思います。あの場面でどんなことをお考えになっておられました？いや特に考えてはなかったんですけど、やっぱりサーブが緩くなってしまうとコンビ組まれてしまうので、崩していけたらいいなと思って打ちました。はい。昨日に引き続き、勝利です。とてもチームワーク、コートの中でもベンチの中でも声を出して一体になって戦っていたと思います。今日チームの中で試合にあたりましてどんな言葉を共有しながら試合に臨まれましたか？やっぱり昨日と引き続き1本目の質をこだわって、でミドルが打ちやすいようにっていうのをテーマに1週間やってきたので、それができてよかったと思います。はい。ここまで3戦全勝です。次の試合に向けての抱負をお願いいたします。次の2戦が大事になってくると思うので、どんな状況であれ勝ちにこだわってみんなで頑張りたいと思います。はい。それでは引き続き、活躍されることを期待しております。ありがとうございました。それでは、久光スプリングス12番今村優香選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。